今日もあなたと百姓天国、本日は2020年7月4日土曜日ですね。先ほど種まき終わりましてね、結局2000株近く巻きましたね。倍ぐらい、巻きました。これをね、あとどうですか、5日ごとぐらいにまたズドンズドンと1000、2000という単位でね、7月末ぐらいまで、まあ最終的に8月の半ばぐらいですね、キャベツの最後がおそらく8月の15、20日あたりになると思います。まあちょっと早くして8月の10日あたりで、そこが一つの天王山になりますね。はい、ということでそこまで頑張って、あと1ヶ月半ね、頑張らんといかんと。さあ、そういうことで、はい、ここはキュウリです。キュウリ畑、で、何をするかって言いますと、ひたすらもう大きくなったものを取って捨てるですね。結局ですね、まあ植えてですね、あの正式出荷をしていないもんですからね、結局こうやってね、もう全部これ使えませんねということでね、まあ自家用で食べる分にはいいんですけど、それもそれだけで、もう2コンテナ満載、これで3コンテナ目ですけどね、結局もう取ってやらないと木がどんどん疲れてきちゃうんですね。木が疲れるという言い方をするんですけどもね、我々はよくこうやってなり疲れですよね。でこのまま大きくしていくと良くないのでね、まだまだ種取りには早いということで、どんどんこうやってね取って収穫して捨てていきます。でこれをやってあげないとキュウリはねもう一気に疲れてきちゃいますんで、はい、もうこうやってね黄色いやつがどんどん、ダメですね。はい、もうちょっとここ一角だけでこれだけの量がね、これ食べられますよね。こうやってね、どうしてもね出荷がね、まだ本格的出荷が始まってないので、どうしてもこうなっちゃうんですね。これはもう致し方ないところでございまして、でこうやって取ってやらないとね、来週ちょっとねイベントがありまして、その人たちにね、10人単位で来てくださるのみたいなのでね、その人たちにお野菜セットをお渡しするので、今日取っとかないともう間に合わないと言いますかね、できませんのでね、この大きさも捨てちゃわないとダメですね。ということで多分これ何コンテナになりますか。まあでももったいないと思うかもしれないですけどね、まあそういうものですね。なかなかねこれをこまめに毎日ね取ってる時間は僕にはないので、はい、よいしょよいしょ、もう山ほどほらね、こんな感じですね。よいしょ、まあ、あっという間に1コンテナ全然足らんですねこれね。よいしょ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 よくらせ、はい、ちょっと、はい、よいしょよいしょ、なかなかね重くて疲れるんですけど、まあキュウリはいいんですけど、人参がね余りまくっちゃっててね、誰か人参、もうどちらかというとね、ここにあるやつは全部持ってっていいですっていう感じのレベルなんですけどね、誰か人参ちょっとね、でももう時期過ぎちゃってるんでね、ちょっと売るのもはばかられるっていうのはあるんですよ。なのでね、よいしょ、人参もな、下手したら20コンテナ以上ありますねいやいやいや、ちょっとね今年はもうしょうがないですね。こうやってこう作る時期と出荷の時期がねちょっとずれちゃってますから、まあ致し方ございませんということで、よいしょよいしょよいしょ、もうね時期がこう過ぎるとねこうやって黄色くなっちゃうし、ただまあ次の番手がね、もう植え付けましたんでね、もうちょっとしたら出てくると思いますから、こうやってねどうしてもほらこうやって病気広がってきますからね、そうするともう一気ですよ、一気にダメになっちゃうんでね、もう仕方ございません。そういうものでございますキュウリはねね、この辺美味しそうですけどね、よいし
自家用で毎日毎日キュウリ食べて、それでもね、1日成人男性でキュウリ何本食べられますって話でしょ。このサイズでね、このサイズで1日1本でしょ。俺もキュウリ好きなんでね、普通にいろんなドレッシングかけて食べますけど、このサイズを取っちゃうと苦しいかな。ちょっと微妙ですね。いやもうちょっとできすぎちゃってるね。まあちょっと厳しいっす。厳しい厳しい。この次のイベントの時にこのキュウリを収穫して捨てるっていうイベントやりますか。どうにもなんないね、これ。ちょっと手が回らないんですよ、正直ね。作付けや種まきは優先ですから。これをね、ちょっと今日は時間かけてね、やっておかないと、一気にね、できなくなっちゃいますとね、えらいことなのでね。いやー、これ、3コンテナ、4コンテナじゃ収まらんね。はい、全部捨てる、ね。ということでございます。まあよく言われることはもったいないとかっていう話ですけどもね、有機栽培においてね、もったいないっていうのはあんまりないと言いますかね、そういうもんなんですよね。もったいないって言われるんですけど、正規のものを買っていただけないんですよ。だからもったいないもあれもないんですよね。本当を言うと正規のものを買っていただければ我々は採算が取れるようになってるんで、まあこれはちょっとね、多少時期があれだったんであれですけど、余ったお野菜をね、もったいないって言ってそれを買おうとされる方いるんですけど、いや、正規のものをまず買ってくれってことなんですよね。正規のものを買っていただければ我々は十分なんですけど、でもあえてそういうなんかね、まあその本当になんていうんですかね、まあその辺のギャップはなかなか難しいところです。はい、よいしょよいしょ。よいしょ。いや、取り切れんね。取り切れません。残念なことに。これは。よいしょ。このサイズどうするかね。今日が土曜日でしょ。火曜日ちょっと出荷があってですから。難しいね。まあ黄色いやつは問答無用で全部取りますね。よいしょ。よっくらせ。まあキュウリもそうですが、人参をね、誰か欲しい方いらっしゃいませんかね。まあ、10キロ単位でね、1キロいくらにしようかですけども、一応大和さんとは7月からそのようやく契約をいたしました。まあ法人契約ですね。で、どうですかね、正規のまあ半額ぐらいですけども、まあそれでもね、千葉よりかは高いです。なのでね、ちょっと考えながら、だから送る箱のサイズをね、ちょっと考えないといけないですね。以前のような100サイズで、以前は100サイズを60サイズの値段として契約させていただいたんですね。ありがたいことに。でももう今大和さんはそういうことはしませんということで、もう企業方針ですのでね、もうしょうがございません。なのでもうもう送料はね、もう、本当に厳しいです。本当にギリギリ4桁いかないぐらいですんで、以前のようなね、100サイズで送っちゃうともう4桁超えますから、そうすると本当にもうね、厳しいですよね。どうしても生鮮の場合はクール便で送らなきゃいけないですから、あれはもうヤマトの場合はね、大きさでクール便の、昔はね200円統一だったんですよ。210円だったですね。でも今は大きさでね、60サイズ、80サイズは220円ですよね、消費税入れて。でも100サイズになるとこれが330円、100円上がるんですよ。なので厳しいですよね。はい、もう仕方ありません、これはね。まあいろいろ交渉しまして、まあ千葉のね、値段をベースにねしていただいたので、まだそれでもうちはマシでしたけどもね。
まあこの送料問題というのはね、本当にあの悩ましいことでございまして、おそらくあらゆるね業種にもそれは及んでいると思います、全然取り切れんなこれ。10コンテナでも足らんね。もういっぱいあるでしょこれ。全然足らない。参りました。全然足らん。まだ山ほどある。いや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 、参りましたね。これは参りました。どうしようもありません。一気に来ちゃいましたね。コンテナ持ってこないと足らんね。まあよくあることなわけですけどもね、我が農園におきましては、よいしょ。多分あのこれ完熟にさしといてからあの種取りますんでね、秋口にね。まだまだですね。わあ全然足らんな。いや参りました。はあ、ということで以上ね、ちょっとコンテナをがっつり持ってこないと。全然何コンテナかじゃ足りないですね。あとこれ10コンテナぐらい多分なると思いますね。10コンテナ捨てるということですか。なかなかのもんですな。ということで、まあキュウリはいいですね。キュウリはいいんですけど、人参ね、どなたか、あでもね、できれば車で来ていただいてね、自分で取っていっていただけると申し訳ないですけど、こうちょっと自分でね収穫してこうやってる時間がないもんですからね、できれば車で来ていただいて、愛知県内に お住まいの方で、ちょっと人参ね、ちょっと時期が過ぎてるやつですけど、十分食べれるは食べれるんで、10キロ20キロ単位で持って行っていただける方、キロいくらにしますかね。まあその時の応相談ということでお安くしますのでね、もし人参欲しいという方はね、できれば1キロ2キロだと申し訳ないですけども、10キロ20キロ単位で、多分100キロぐらい、100キロ単位でも多分いけそうな感じなんでね、よいしょ。コンテナ1個ですね。多分コンテナ1個だと20キロ近くですか、15キロとかそれぐらいで、なんか人参ジュースにしたいとかっていう方はおらっしゃいましたらね、連絡いただければと思います。ということで今日はね、キュウリ、これまだまだ全然終わらんのこれ、キュウリのね、売れすぎちゃったやつね、時期が過ぎちゃったやつを収穫して捨てるということにやっとる動画でございました。以上です。